それでは少し長めのヨガのポーズを行っていきます。まずですね、準備運動から行っていきます。両足を前に伸ばしてください。ちょっと軽く叩いて緊張を解きます。腰の方まで叩いてください。はい、はい、そうしましたらゆっくり右膝を立てます。膝裏を伸ばしていきます。足首あたり持ってぐーっと上げてみてください。ちょっと見やすいよね、斜めに。こうですね。持てる方は足の裏持って、ただし膝曲がんでね、膝曲げるでしたらこう下げていきます。はい、肘曲げてぐーっと額と膝を近づけます。こう肩力入れないでください。力抜いて ね寄せてください。はい、じゃあ緩めてちょっと左手離して右膝曲げます。叩きます。緊張解いておきます。はい、ですね。そうしましたらもう一回伸ばして左手で膝を押します。目線は自分の足先を見ます。はい、そうしましたらこの左手を床について、右手と右足を右に開きます。できるだけ広く戻して、今度は左に、そしてもう一回右に開いて、はい、そして左に持ってきて、はい、真ん中戻します。はい、下ろしてください。はい、反対をいきます。左膝を曲げてください。足首あたり持ってぐーっと上げます。いけそうなら足裏持って、はい、肘曲げて額と膝を近づけます。呼吸しましょう。はい、それではゆっくり緩めて、ちょっと膝曲げてね、右手で叩きます。緊張を解いてください。はい、そうしましたら膝伸ばして右手で膝を押します。呼吸してみましょう。足先見て、ではゆっくり手離して床に、左手と左足を左に開きます。グググ。そうですね。はい、戻して、今度は右に戻して、左にもう一回開きましょう。はい、戻して、今度右に持ってきて、はい、ゆっくり真ん中戻して下ろします。はい、伸ばしてください。あ、そうですね。はい、そうしましたら今度は、右膝ちょっと曲げてね、膝と膝できれば近づけてください。これで体を前に倒します。両手前について吸って上見て、吐いてぎゅーっと、できる範囲で結構です。少しずつ手を前出して肩の力抜いて呼吸しましょう。それではゆっくり起きてきてください。はい、いいですね。では足伸ばして、今度反対、左膝を曲げます。膝と膝くっつけて、つらければ離していいです。両手前について吸って吐いてぐーっと倒して、顔肩力抜きます。余裕があれば手を前に。それではゆっくり起きてきてください。はい、足を伸ばします。はい、それでは楽な姿勢になります。あぐらでも結構です。はい、そうですね。今度は上半身を動かしていきます。両手合掌して手の親指をクロスしてください。吸いながら両手をスーッと上げてきます。軽く目を閉じて高く高く手を上げてください。手のひら合わせて肘と肘を寄せます。どん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 高く高く上げてください。もう一息息を吸って、はい、では吐いて両手左右に広げて、ゆっくりです。ゆっくり手を左右に広げて下ろしてきます。はい、そうですね。はい、そうしましたらですね、今度は、もう一回ね、いきます。両手スーッと上げて、はい、ここで手を離して、右手で左手首を持ちます。左右に倒していきます。ぐーっと左手引っ張ってください。ちょっと肘曲げて体をぐぐぐーっと、そうです、右に倒します。呼吸して、あまり肩力入らないに注意してください。はい、では戻って、手離して、今度は左手で右手首持って、ぐーっと引っ張ります。軽く肘曲げて、体をぐぐぐー
そうです、左に倒してください。よく引っ張りましょう。はい、戻ってください。静かに両手離して下ろします。はい、そうしましたら今度は右手で左膝を持ちます。左手は腰の後ろです。ねじります。吸って背筋伸ばして、吐いてお腹も胸も左にねじります。吸う息で背筋伸ばして、吐く息でもう少しねじってみます。この右手でね、膝をぐっと力入れます。それではゆっくり戻ってきてください。反対です。右手腰の後ろ、左手で右膝を持ちます。はい、吸って背筋伸ばして、吐きながらお腹を右、胸を右、顔を右です。右肩後ろに、真後ろ見て呼吸しましょう。それではゆっくり戻ってきてください。はい、そうですね。はい、今度は頭の後ろで手を組みます。首のストレッチです。肘をぐーっと広げてください。背中で肩寄せて胸を開いて、はい、今度反対、体丸くして首の後ろを伸ばします。肘と肘が近づきます。はい、ゆっくり戻ってきてください。今度そのままちょっと手を上げて、頭を右に軽く目を閉じてね、そこから上からちょっと両手で軽く押します。肩力抜いて呼吸。左の首筋が伸びています。はい、それではゆっくり戻ってきて、今度は左です。左に倒して上から頭を軽く押します。肩力抜いて、はい、ゆっくり戻ります。はい、両手離して下ろします。はい、そんな首を 2,3 周回してください。回し終わったらちょっと目を閉じてお待ちください。ではゆっくり目を開けていただいて、はいはい、今度はですね、ちょっと呼吸法ですね。手をお腹に当ててください。鼻から吸って口から吐いてみます。はい、では鼻から息を吸って、はい、いっぱいに空気吸いましょう。はい、吐きながら手で軽くお腹を吸って吐いて、少し声出しても結構です。体を前に前に倒してください。はい、口閉じて、吸って、起きていきます。はい、顎を上げて胸を開いて、はい、吐いて、手でお腹を押して前へ前へ、肩の力を抜きます。はい、口閉じて、吸って、はい、吐いて、前へ前へ、はい、口閉じて、吸って、はい、吐いて、前へ前へ倒します。はい、ではゆっくり吸いながら起きてきます。はい、目を開けて、手は楽な位置、そうですね、呼吸整えてください。ちょっと口閉じてね、鼻から吸って、今度は鼻から吐いてみましょう。自分のペースでいいですから、鼻から吸って鼻から吐きます。ではゆっくり目を開けてください。はい、この後のね、ポーズ中にもこの鼻呼吸、今やった鼻から吸って鼻から吐く、難しかったら最初にやった鼻から吸って口から吐く、やってみましょう。はい、そうですね。それではいきますね。両手を前について四つん這いになってください。こんな感じですね。そしてまずちょっと腰を回しておきます。
腰にね、急に負担かからないように左右に回しておきましょう。はい、いいですね。ゆっくり回してください。はい、そうですね。そうしましたら、ゆっくり今度は、右足をね、前に出してください。右足前に出します。指を立てます。ゆっくり左足の膝を上げてみてください。右膝をぐっと突き出して、背筋を伸ばします。このままゆっくりですね。ゆっくり右手を上げていきます。右手先を見てください。そうですね。そのままゆっくり右手を目で追いながら回していきます。集中します。お尻ぐっと引き締めてください。ではゆっくり右手を下ろしてください。左膝つきます。手のひらもついて右足ゆっくり下ろします。体の変化感じて右足の付け根とかが伸びてるかと思います。今度は反対いきます。左足を一歩前に出してください。指を立てます。ゆっくり右足膝上げて背筋を伸ばして前を出す。左の膝ぐっと突き出してください。はい、そして左手を前に出します。そして左手を目で追いながらゆっくり回します。はい、それでは下ろしてください。ゆっくり右膝ついて、手のひらついて、左足を後ろに引きます。呼吸整えます。お尻をかかとにつけて正座になります。ちょっと呼吸を整えてください。少しバランスのポーズを行っていきます。今度はですね、両手を前についてください。軽くお尻を上げてつま先を立てます。少し手を手前に引いて膝を上げてください。ゆっくり足を左右に広げて、そうですね、難しかったらそんなに膝を広げなくていいです。もう少しいける方は右手を上げてみてください。さらにいける方は左手を上げてください。難しかったら片手ついてて結構です。さらにいける方は両手ゆっくりゆっくり上げて合掌します。そこで呼吸、早速今やった鼻呼吸、鼻から吸って鼻から吐く、やってみましょう。肘が曲がらず伸ばして、はい、ではゆっくり両手を下ろしてください。膝も閉じて下ろします。一旦正座になります。もう一度やってみますね。両手を前についてください。お尻上げてつま先を立てます。手を手前に引いて膝を上げて、はい、足をスーッと広げましょう。そうですね。今度は合掌して呼吸です。肩の力抜いて、鼻呼吸ね、挑戦です。はい、それではゆっくり戻ります。両手離して床について。足を閉じて膝つきます。正座に戻ります。足の甲を寝かせてください。はい、それではね、少し長めのヨガのポーズ、これで終了しますね。この後後半の立ちポーズに入っていきます。どうもありがとうございました。